はい、こんばんは、島津です。ハローネイバーね、第3幕探索していきたいと思います。自分ね、確かそう、ベータ版でね、ツールが使えなかったんで、この周りって見てないんですよね。だからちょっと見て回りたいと思います。かなりあれだね、都会だね。ロークドーフっていうなんか鳥がいますね。他パラボラアンテナに電線、なんかシャベルの広告がありますね。 50% セールですって。ラビッシュかな。結構作り込まれてますね。ほら、おっちゃん家の近くっていうか遠くにあるさ、あのでかい都会、大きな都会よりかはね、しっかりと作り込んでありますね。そう、あんな感じじゃないよねってこと。うん、あれなんかあるね。こっちは特にないから、ちょっと向かってみようか。お、あれ、これはおっちゃんじゃないか。なぜこんなとこにいるんだ。マジか。すごい哀愁漂ってるね。頭抱えてる。え、なんでいんの、おっちゃんこんなとこに。どうした、おっちゃん。あんたここにいないはずじゃないの。まさかのだよ。ここで何してんだあんた。どうしたどうしたどうした、悩み事か。しまちゃんに話してくれないの。しまちゃんに話していいんだよ、おっちゃん。ため息ばかついてると老けちゃうよ。マジか、おっちゃんがいた。なんか今目ん玉が出てたよね。なんか目ん玉、いやいや、もう。いやー、まさかおっちゃんがいるとはちょっとこう驚きの一つなんだけど。はい、家の中に戻ってきました。特にね、あのおっちゃん以外は珍しいものはなかったんで。それではね、行きたいと思います。マジか、何おっちゃんあそこでしてんの。ね、古い家にやってきました。じゃあ行っていこう。下には特にないね。あ、そうだ、この上に行ってみようか。行けなかったんだよね、前は。でん、お、マジか。え ?2715。あ、QR コードもある。テキスト、レンジャー、エラー。ちょっと、大丈夫かな?これで映せてるかね。後からちょっと読み込んでみたいと思います。なんだこの QR コードは。じゃあ入ろうか。あ、入れないか。あ、じゃあ、これでいいか。これで読めるかな。できる限りね、平行の方が読みやすいからね。よし、これでいい。なんかテキスト系の何かにつながるのかね。まあ、わかんないけど。はい、面白いもの発見しました。じゃあ出ようか、もうこのまま。はい。疲れてんだよ、眠りなさい。はい、あれ前こんなんなく、こんなんなかったよね。あ、おこけた。慌ててんだよ、おっちゃん。増えてるムービー、これかな、アップデートで増えたカットシーンって。いや、いいものが見れましたね。 OK、 じゃあ面白いものが見れるかどうかやっていきたいと思います。お待ちくださいね。はい、一部変わってるところまた見つけました。ここですね、
夜の時しか開かない扉の先なんですけど、一応地味に家具一式揃ってますね。でここで、うん、手に入るようになってるあのレコードが、前さここに捨ててあったじゃないですか、ここに置いてあったじゃないですか、なくなってますよね。はあはあ、地味なアップデートで整った置き方がされてますね、レコード。まあこっちの方がねあれだもんね、見栄えいいよね。ほう、こんぐらいかな、うん、今んとこ。じゃあね、どんどんまあ探していければと思うんでお待ちくださいね。はい、それではね、地下に来ました、アクト3の。でここって電源切ったら通れなくなるじゃないですか。切ってみたらどうなるか見てみたいよね。はい、で私は通れますと。これで何が起きるのか知りたいね。あった気がするんだけどね。これは、あ、認識されないね。じゃあじっくり観察しようか。あ、ちょっと待ってね、離れようか。あれだね、あのさ、ここ歩いてくるとき四つ足で歩いてくるじゃないですか、確か。あれ四つ足だったと思うんだけどね、え、普通の人だね。大丈夫、触れても問題ないです。このままこっち行ったってことあるかね。どん、ゆっくり。あ、気づかれない。触れたらまあアウトかな。アウトじゃない、触れてもアウトじゃないですね。だからあそこに、あっちね、あ、ここ、ここ、ここの方向、ここに実際行ってないと、スイッチが入ってないんで、起動しないんだよね、影が。うん。だから当たり判定ないみたいですね。実際行ってみようか。作動するかな。あ、来た来た、ほらほら。なるほどね。だからあそこを通らなければやつは動かないってことですね。じゃあ行こう。さっきの影ぐらいしかないかな、新鮮なところは。じゃあ入っていこうか。もうおっちゃんのところ行こう。ファイナル行こう。ファイナルストーン行くよ。はっ、バカ野郎、離せこの野郎。俺は行くぞ。泣いても行くんだぞ俺は。よし、裏から見てみよう。おっちゃんはどうだ。いやいやいや、あなた倒れたまんまじゃないですか。あれ、ここどんどんノックして泣いてたおっちゃんはどこにいるんですか。あら、おかしいな。見てみよう。いや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 、あなた倒れてるよ。すげえどんどんしてるけど倒れてますよ。あー、明かりがないとやっぱ辛いね。怖え、ホラーだよ。なんと裏側ではこうなってましたね、ただ音だけが。めっちゃ怖え、これ。いやー、いい素材が手に入ったよ、また一つ。はい、じゃあ行こうか。はい、いや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 、ここで、あ、ここで実体化しても特に何の変化もないね。あ、当たり判定もないですね。じゃあ行きましょうか、普通に。
島奈緒ちゃん、お前の秘密を暴いてしまうが申し訳ない。でこれラストだよね。はい、あれなんで、あ、これが邪魔してるのか。はい、じゃあファイナルですね。あ、フィナーレだ、幕フィナーレになった。じゃあおっちゃんとバトル時が来たな。の前に外に出てみましょうか。失礼。どうなってるのかな。はあ、なるほど、ちゃんとステージが見えないね。あ、やべ、家が見えなくなった。危ない危ない危ない。なるほど、おっちゃんとのイベントが始まんないとステージが現れないみたいだね。じゃあ行こうか。どこいる。来た来たね。怖えよ、近いよ近いよ、おっちゃん。めっちゃ怖え。そうか、俺がいないことになってるから。おお、切れた切れた切れた。してたんだ。うん、はい、じゃあここから通常通りだね。はい、ね、それではね、中に入りたいと思います。よくよく気づいたんだけど、こっちは別に倒さなくても、これで上に行けばね、問題なかったね。ちょっと中入っちゃった。はい、ね、それでは、あ、なんか実績が解除されてるね。あ、アップデートで追加されたやつかもしれない。じゃあここのミッシングのとこ来ましたね。ここはちょっと裏見てみたいね、初めてだから。でこっちは、うんうんうん、こっちは、こっちは何もないのか。ここ何、またなんか音がするよ、バシ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 。それこっちか。ちょっと待って、違ったな。でここにおっちゃんがいるでしょ。そうか、実体化になってないからトラックが来ないね。ちょっと見ようか。あ、ポスター持ってる、ポスター持ってめっちゃ悲しそうにしてるよ。どうしよっかな、どうしよっかなって。ここで実体化なってみたらどうなるでしょうか。おっちゃん、おっちゃんどうしたんだ、ポスター持って見なくなったのか。どうなんだ、真相を教えてくれ、俺に、俺だけに教えてくれ。ダメか、ちょっとそれどころじゃないみたいだね、おっちゃんは。外の世界来たけど、じゃあこのまんまだね。そこの階段気になるね。あ、影が見てるね、下から。よし、じゃあ戻ろうか。ちょっと裏世界に来てるから。はい、あれ、トラックが来なくなった。あれ、あら、来ないな、トラック。なんかどっかスイッチがあんのかも。ちょっと俺そのスイッチちょっと。あ、いた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 。通った通った。泣いてる泣いてるおじちゃんが。どっかスイッチがあったね、トラックが走る。で、影が覗き込んで、キューちゃんも来て、おっちゃん泣いてる。おっちゃんどうしたんだよ、もう俺と。おっちゃんはさ、1年のね、もう1年以上の付き合いだぜ。俺にも話せないのか。相談に乗るぞ。ダメか。泣いててそれどころじゃないみたいですね。何があったのかね。そしてお前は何なんだ、お前の正体は。影よ。
これはちょっと本当真相を知りたいね。でちょっと気になってたからこの地下に行ってみようか。なんか起きるかもしれない。ああれ、あ階段降りれないよ、実体化しても。ほらないものとされてる。あそしてこっちに来ちゃった。あ出ちゃった。あー階段の下行けなかったね。作り物でしたね。でここだよね。ミャオ主人公の子供時代。ボキュンボキュンボキュン、あバブになった。後から実績追加したんだね。でここ問題のシーン。そうここにおっちゃんがいるんだよ。ちょっと中見てみようか。ここも動ける。あ飛べる飛べる。ちょっと待って、実体化しないとダメね。おっちゃんに気づかせないと。おっちゃん、おっちゃんなんでそこにいるんだよ。行こうぜ、あの後ろのドアからピリオドの向こうまで。おっちゃんなんでそんな、なんで一緒行こうぜ、なんでそこ諦めてんだよ。おっちゃん二人で出て行こうぜ。まったくお前は何なんだよ影ノック。おいあっち行け、お前おっちゃんから離れろ。お前出してやれって。こっからここ開くのかな普通に。ちょっと待って、開かないね。おい、まあ、おっちゃんから、あ実体か、おっちゃんから離れろって。お前おっちゃんが出れねえじゃねえか。おっちゃん、おっちゃん変化はないね。これも当たり判定がないからどうしようもない。果たしてこれは本当何を指してるのかね。俺の予想なんですけど、おそらくねアップデでね、ここの真相は徐々に解明されていくと思うんですよ。ごめん別の動画で同じこと言ってたら悪いんだけど、うん、だってさ徐々に追加されてるじゃないですかアップデートで。だからそれも十分ありえんじゃないかなって思ってるんですよ。あの DLC じゃなくてね。はいはい、というところでね、第3幕とフィナーレのね裏側探索してみました。第3幕についてはねもうベータ版でいろいろ探っててあんまり新しいものがなかったですね。その代わり、フィナーレのところはね、気になる部分とかがちらほらありましたね。はい、それではね、ハローネイバーの裏の世界の探索はこれにて終了したいと思います。ご視聴ね、ありがとうございました。ちょっと物足りないかもしれないんだけど、ね、見てる人には、まあ、自分としてはまあちょっと満足したかなって感じです。はい、でまたねちょっとアップデートで何か追加されたらそこの確認だけはしていきたいなって思ってます。うん、それではね、島津でした。ご視聴ありがとうございます。失礼させていただきます。